青コーナーよりドクトルワグナージュニア入場。より金本浩二入場。テーマ曲に乗ってジュニアスター金本浩二が入ってまいります。スペシャルシングルマッチ、時間無制限一本勝負を行います。青コーナーは175センチ98キロ、ドクトルワグナージュニア。赤コーナーは180センチ90キロ、金本打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。あっと、逆に切り返した。跳ね上げてまいります。組み合います。フライングメイヤーで倒します。スリーパーに捉えます。腕をフックします。逆にバックに回った。ねちっこい展開に移行してまいります。抱えます。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、ロープに振った。全身でぶちかましてまいります。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか？いや、そりゃ全部は聞こえないですけど、聞こえますよ。まあ苦しい時とかはね、ほんとそれで頑張れますから、ファンの声援っていうのはね、ありがたいものですよ。あ、そうなんですか。組みに行きます。さあ、まさに技の絵巻を見るような佇まいであります。行くのか、逆に振り返して
ドラゴン殺法と呼ばれた華麗なファイトスタイルと一大センセーションを巻き起こしていた藤波辰爾の姿に憧れ、プロレスラーを志したこの金本浩二。念願の藤波との一騎打ちも果たした金本の飛龍伝承は今後も続いていくのでありましょうか。掴んだ、バックブリーカーが突き刺さります。行くのか、切り返します、引き起こします、させません、掴みます。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、腰を落として逆片指固めの体勢です。ロープブレイクであります。今ちょっと頭打ちましたか。そうですね、ちょっと危ない体勢で落ちましたよ。組に行きます、ボディースラムで投げてまいります。掴んだ、ボディースラムで叩きつけます。ロックアップ、首から突き刺さります。起こしてまいります、抱えます、ダイヤースプレックス、もう一ジャンバック、カウント2つ、惜しい、腕をフックした、ボディースラムで投げつける、フロントキック、首根っこを掴んだ、膝を突き上げていった、頭を掴んでさせません、掴んだ、あっと逆に蹴っていった、キックものすごい、立たせていく、打ち込む、そのままプレスしていった、抱えた、シュミット流で倒していった、ローリングセンター、ブレンバスター行くのか、ここから大技2発単発持ってきたいですね。ボディースラムで叩きつけた、今物を投げましたよ、はい、ブロッキー状態か、いけるか、コーナーに振った、あっとカウンター、起こした、コーナーに登って、一発が、かかと落とし顔面、トップロープを狙う、トップロープからミサイルキック、抱えた、リバースで返した、完璧にたどり着きました、腕をフックした、シュミット式で落としていった。